ヒメアシナガコガネエクティノアプリアアブジェクタは、コガネムシカの昆虫の一種。小柄で足が長く、鼻などに集まる。芝不等の害虫としても知られる。古くはヒメハナムグリの和名が用いられた。体型は、やや平たくて、足が長い。体型は、ほぼ長卵5型で、体長は7から10ミリメートル、幅4から5.5ミリメートル。おおむね体のジーロは、 黒か四色から黒で、しかしながら、表面ほぼ全面に、黄色の輪毛を装うために、外見的にはほぼ黄色で、背面に縦長の黒い反紋が並ぶ。ただし、口実のような反紋の変異がある。頭部は小さく、頭立ては新月型をしていて黒く、細かな天国が密生し、輪毛はない。またその前の円は、直線上で円が上に沿っている。前頭部は、 黄色の輪毛が密接し、その隙間に細かな毛がある。触角は赤褐色で10節からなり、辺上の突出部を持つ節は3節あり、短くて太い。前胸背はその外側の円が鈍い角状に突出し、後方の円は円弧の形に張り出す。上の面は中央が高く盛り上がり、全体に黄色の輪毛を装い、ただし小中線の両側に太い縦長の黒い、 帯ンがあり、往々にしてその外側にも黒帯ンを持つ。ただし時にその全面が黄色、あるいは黒い個体もある。小立て板は縦長の三角形、リンゴがある。前肢は背面に畳んだ状態で前、胸生体より幅広く、長さはそのほぼ2倍。両側の円はほぼ平行になっており、後方に向かって幅が狭まり、湾曲して、 後端の合わされた円はほぼ直線上となる。背側の面は平らになっており、黄色の輪毛に覆われ、左右それぞれに黒い縦筋状の半紋が3列あるが、それぞれ途中を1回か2回、黄色部で寸断されている。そのさらに外側にも黒い筋まどらがあるものもあり、また背面全体が黄色や黒の個体も見られる。前肢の後端からは、 腹部最後の節と一つ前の節が露出している。最後端の節は、半楕円型で、円があり、ほぼ扁平で、黄色の輪毛が密生し、その間に短い毛がある。ふわしは細長く、前足の形節先端に近い位置に外側に三つの歯があり、爪は内外ほぼ同大で、その先端は幅広くなっており、それぞれ一つの歯がある。オスの格子体節は、メスより、 明らかに細い。幼虫は最大で体長17ミリメートルほどになり、尾の後端の下面に針状の霜がまばらに出る。成虫は初夏に出現する。東北地方の山間部では成虫になるのに2年を要することが知られているが、定時での状況は知られていない。冬季には幼虫が芝の地下にいることがある。樹木の花に集まり、特に6月頃には、 個体数が増えて、栗の花の上でよく見ることができる。紅葉樹や大柄な双本の葉を食べ、荒い網目状の食根を残す。普通種で、本属のみならず足長小金属では最も普通に見られるものである。日本では、北海道、本州、四国、九州と行き、五島列島、古式島列島、大隅諸島に分布し、津島からも記録がある。 国外では中国から知られる。同族の種は他にもあり、上野多編著ではこの族のものとして、以下のような種が取り上げられている。名前の上でよく似ているアシナガコガネホップリア、カムニーズ派族を意味するが、外見はかなり似ており、アシナガコガネ族は、本種の含まれる、悲鳴アシナガコガネ族と禁煙とされる。この種には覆面に、光沢のある鱗片がない。 大きさは名前に反して、この種の方がやや小柄である。本種と同族の種も複数知られる。族の区別としては、本種の族では、前肢の後端から、腹部末端の二節がはみ出して、見えるのに対して、足長小金族では、第二節がほとんど見えない点などである。黄色足長小金は、大墨諸島以南の南西諸島の固有種であり、またカバ色足長小金は、 本州より背面が色濃く、日本では北海道、本州、四国、九州の記録があるが寒冷地に多いものかと推察されている。成虫は様々な紅葉樹の花と葉を食害し、幼虫は芝草の根を食うため害虫となることがある。成虫では山間部の果樹園においてリンゴの葉を食害し、また栗の花を芯を残して食い尽くすことがある。他に、 梨や柑橘類も被害を受けることがある。栗での被害については実態が明らかではないものの、結実への影響は少なからずあるものと想像される。幼虫は芝生の害虫で芝やケンタッキーブルーグラスがよく被害を受けるが、オーチャードグラスでは被害が少ない。応答では山間部において時に集中的な被害を生じる。 石井ほか編、P1310 個、梅めたに、岡田編 P 四 P484 以下、主として、石井ほか編、P1310 個、岡島、荒谷監修、P369、埋めたに、岡田 P 四 P484、岡島、荒谷監修、P369、岡島、荒谷監修、P369、埋めたに、岡田編、 P377、岡島、荒谷監修。P369 以上、岡島、荒谷監修。P369 上の田編著。P386、梅谷、岡田編。P571 上の田編著。P386、岡島、荒谷監修。P369、梅谷、岡田編。P484、梅谷、岡田編。 P531、埋めたには岡田編、P484、埋めたには岡田編、P377。ありがとうございます。